ラリーグカブスゼロ3ブレーブス、2024年5月23日シカゴ。カブス鈴木誠也外野手、29、が23日、日本時間24日、日本拠地シカゴで行われたブレーブス戦に、2番、右翼で先発出場。チームは今季5度目の礼拝を喫したが、鈴木は21打席ぶりの安打を含む4打数2安打と気を吐いた。 鈴木は初回の第一打席で21打席ぶりの安打となる右前打を放った。16日のパイレーツ戦を最後に4試合、20打席連続ノーヒットが続いていたが、ようやくトンネルから脱出。その勢いで迎えた3回の第二打席では二塁差大一付近への飛球を打ち上げたが、これを部分の二塁手、アルビーズが逆行で見失って、ラッキーな内野安打となった。 だが5回の第3打席は中飛、8回の第4打席は右飛に終わり、チームもわずか4安打に封じられた。それでも6戦ぶりにマルチ安打を記録したことは今後への好材料。チームが浮上するためにも、鈴木の完全復調が期待される。